キングジョーです。今回は前回の動画に引き続きこれ DXS-08 ブラックシンカリオンで遊んでいくよ。今回は7種類の武器を装備、そしてドラグーンモードにチェンジしていくよ。はい、じゃあまず初めに遊んでいくのはこれ7種の武器を使いこなせってことで、各シンカリオンの武器をもとに生み出された7つの武器を装備していくよ。上からダーク改札ソード、ダーク踏切ガン、ダーク車輪ドリル、ダークダークジャン、ってな感じで全7種類。じゃあ一つ一つ装備していくよ。じゃあ一つ目はね、もう前回の動画から装備しちゃってるんだけど、ダーク改札ソード。ダーク改札ソードは E5 はやぶさ、そして H5 はやぶさの、なんだかわかるよね、改札ソードが元に生み出された武器になっているよ。じゃあ早速装備していくよ。ダーク改札ソード。二つ目の武器はこれ、出ました、ダーク踏切ガン。ダーク踏切ガンは E6 小町の、なんだかわかるかな、そう踏切ガンを元に生み出された武器になっているよ。ダーク踏切ガン。三つ目はこれ、ダーク車輪ドリル。ダーク車輪ドリルは、そうだね、 E7 輝きの車輪ドリルを元に生み出された武器になっているよ。じゃあダーク車輪ドリルも装備。ダーク車輪ドリル。はい、ということで4つ目はこれ、ダーク踏切手裏剣。お、ダーク踏切手裏剣はちょっと組み立てが必要みたいだね。よし、じゃあ装備する前に組み立てていくよ。あ、ダーク踏切手裏剣は誰だかわかるよね。できた、 E3 翼の踏切手裏剣が元になっているよ。じゃあダーク踏切手裏剣も装備していくよ。ダーク踏切手裏剣。じゃあ5つ目はこれ、ダークドラゴンナックル。ダークドラゴンナックルは誰だかわかるかな。そう、 N700A のぞみのドラゴンナックルを元に生み出された武器になっているよ。じゃあね、ドラゴンナックルも装備してみたいと思います。ダークドラゴンナックル。はい、ってことで6つ目はこれ、ダークスワローウィング。ダークスワローウィングは、あ、踏切手裏剣のパーツも使うのか。じゃあ組み立てていくよ。よし、やりますか。あ、ダークスワローウィングは誰の武器が元になっているのかわかるかな。お、そう800ツバメのスワローウィングを元に生み出されているよ。これかっこいいな。あ、ここが取り付け位置かな。あ、よし、じゃあ装備していくよ。ダークスワローウィング。次で最後の武器だね。7つ目はこれ、ダークミサイルポット。ダークミサイルポットは誰の武器が元になっているのかわかるかな。そう、500小玉のミサイルポットが元に生み出された武器になっているよ。じゃあダークミサイルポットも装備していくよ。ダークミサイルポット。はい、これで7種類の武器すべてが登場します。え、これなんだろう。竜の頭、ドラゴンヘッド、ドラグ、あ、そっか、やっぱりね、ドラグーンモード。よーし、ドラグーンモードで遊んでいくよ。ドラグーンモードの変形の仕方は、新幹線モードからスタートします。よし、わかった。じゃあまずはブラックシンカリオンを新幹線モード、漆黒の新幹線に戻していくよ。じゃあ
ダーク改札ソードとダーク踏切ガンを組み合わせていくよ。ダーク改札ソードとダーク踏切ガンがお互いに逆を向くように組み合わせて勝ち。反対側も同じように組み合わせて勝ち。で、今組み合わせたパーツを取り付けるのが中間車、間違った、交尾車。で、組み合わせたダーク改札ソードと踏切ガンを取り付けるのがこの部分。で、反対側も同じように後ろのこの穴の部分にカチッ。これで交尾車の準備が完了。で、次に組み合わせるのがダーク踏切手裏剣とダークスワローウィング。ダークスワローウィングのこの端の部分にダーク踏切手裏剣をカチッ。裏側も同じようにカチッ。よし、こんな感じだね。これをもう一セット組み合わせていくよ。よし、できた。で、これを取り付けるのが中間車。中間車のこの部分にダークスワローウィングとダーク踏切手裏剣をカチッ。反対側も同じようにカチッ。これで中間車の準備が完了。あ、危ない危ない、忘れるところだった。ダークドラゴンナックル。ダークドラゴンナックルも中間車のこの部分にカチッ。反対側もカチッ。これで今度こそ中間車の準備が完了。もうこの段階ですでにかっこいいよね。ってことで次はこれ、ダークミサイルポットを組み合わせていくよ。これは合わせるだけだから簡単だね。これで首の部分の準備が完了。はい、で次に組み合わせるのがこれ、ドラゴンヘッドの下の部分とヘッドギア。このドラゴンヘッドの溝の部分にヘッドギアのこの出っ張りの部分だね、この部分を合わせて、よし、こんな感じかな。で、この組み合わせたドラゴンヘッドにドラゴンヘッドの上の部分だね、ここを合わせるようにカチッと組み合わせればドラゴンヘッドの準備が完了。この部分は下に下げておいた方がいい感じかな。お、口も開閉するね、いいね。で、このドラゴンヘッドに組み合わせるのがさっき準備したダークミサイルポット。そしてこれがダーク踏切手裏剣のパーツだね。これもミサイルポットに組み合わせれば頭部の準備も完了。で、この出来上がった頭部を中間車にセット。で、ここまで来たら準備した中間車と交尾車を連結。よし、もうすぐ完成だね。ってことで戦闘車、戦闘車をシンカリオンモードに変形させて、あ、危ない、忘れるところだった。忘れちゃいけないのがこれ、やっとこれを使って遊ぶ日が来ました。初回限定ブラックシンカリオンドラグーンモード進化。ってことで気になる裏面はもちろんこれ。はい、出ました、ドラグーンモード、かっこいいね。ってことでもう待ちきれないよね、進化ケースにセット、いくよ、チェンジドラグーンモード。はい、っていうことでブラックシンカリオンドラグーンモード、かっこいいよね。あ、そういえばこのドラグーンモード進化の必殺技ってなんだろう。うわー、すげえ、ドラゴンレールアタックか。よーし、決めた。
アニメの再現動画でドラゴンレールアタックもやっちゃいます。ってことで少し時間はかかっちゃうけど、アニメの再現動画、バトルシーンの再現も楽しみに待っていただけると嬉しいです。やっぱブラックシンカリオンかっこいいよね。ということで今回登場したブラックシンカリオンの他にも、他のデラックスシンカリオンシリーズやアニメのバトルシーンの再現、シンカリオンのグッズ紹介、あとはシャショットとお出かけもしちゃってます。シンカリオンの他にも楽しい動画、かっこいい動画がたくさんあるので、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで次回はいよいよバーサーカーモードにチェンジ、バイキンのジョーも楽しみです。最後まで見てくれてありがとう。バイバイキン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。